ちは、新州読書会の宮沢です、今日も雑談をしていきたいと思います。今日は久しぶりにバフェット、オーレン・バフェット、著名投資家のオーレン・バフェットの言葉を紹介したいと思います。もしかしたら以前紹介したかもしれませんけど、かぶってたらすいません。100万ドルで愛が買えるなら安いものだ。しかし現実には誰かに愛されたいと思ったら愛すべき人物に自分がなるしかない。見返りを求めてしまうのは人間の性だが、あなたが何かを与えなければおそらくあなたは何も与えられないだろう。私の知り合いの中で望みの愛を手に入れた人は誰もが自分を成功者だと思っている。誰にも愛されずに満足感を得られる成功者など私は想像することができない。もう一度読み上げます。100万ドルで愛が買えるなら安いものだ。しかし現実には誰かに愛されたいと思ったら愛すべき人物に自分がなるしかない。見返りを求めてしまうのは人間の性だが、あなたが何かを与えなければおそらくあなたには何も与えられないだろう。私の知り合いの中で望みの愛を手に入れた人は誰もが自分を成功者だと思っている。誰にも愛されず満足感を得られる成功者など、私は想像することができない。ウォーレンの人生にとって愛は重要な要素であり、彼のビジネス哲学と経営哲学の中にも愛が組み込まれている。ウォーレンは自分の仕事を愛せる人物しか雇わない。自分の仕事を愛している人は他人にもそうあってほしいと願うため、敬意のこもった対応をすることができるからだ。自分が雇った経営者がミスをしたときは、ウォーレンは決して相手を降格させたりはしない。むしろくよくよ考え込まないように元気づけ、ビジネスの現場に早く復帰させようとするということです。愛っていうのはお金じゃ買えないんで、自分から愛すべき人物になるしかないということですね。で、それには何かを与えなきゃいけないと。与えないと何も戻ってこないってことですね。望みの愛を手にするには、人を愛さなきゃいけないってことですよね。人を愛さないのに自分だけ愛されたいっていうのは、これは難しいことだと。で、なおかつお金だけあって誰にも愛されないって満足感を得られるっていう成功者は、オーレン・バフェットは想像できないということです。で、オーレン・バフェットは、自分の仕事を愛してくれる人に、自分のやってる仕事、経営者を雇ってるわけですね。だから株主ですからね。で、経営者を雇ってるんですね。で、経営者というのは自分の愛せる人しか雇わないと。で、経営者や社員がミスしても、相手を叱責したり降格させたりしないで、ビジネスの現場に早く復帰させようとするということですね。人生にとって愛は重要な要素だと、ウォーレン・バフェットにとって。で、ビジネス哲学と経営哲学の中に愛が組み込まれているところですね。これは意図してやれる人と、意図しなくてもできる人、愛に溢れてる人と、愛情が乏しくて、やっぱりいつも愛っていうものを考えて、それを活用していかなきゃいけない人がいると思います。私もどっちかというと、意識してやんないと冷たくなっちゃうんで、なるべく、私の場合ね、あんまり、やっぱり、アンフォースドエラーってことですね。自分から愛情のないことを言わないってことですね。言わない代わりに黙ってるっていうのもありますけども、そういうことを意識してますけども。続きです。経営者たちに対するウォーレンの愛と敬意はとても深く、事業運営に関して 100% の信頼を置いている。そして完全な自由裁量を与えられた経営者たちは、日に日に強い責任感を育んでいくのである。ウォーレンは自ら雇った経営チームをことあるごとに自慢し、公衆の面前でも躊躇することなく褒めたたえる。だからこそ彼のもとには、世界一流の経営者たちが引き寄せられてくるわけだ。愛と敬意を与えよう。されば愛と敬意を与えられる。これが人生を成功に導く第一歩であるということです。人に愛と敬意を与えていくと。そうすれば自分にも与えられると。これが人生の成功を導く第一歩だってことですね。まあこれは基礎的な部分だと。で、この基礎ができてなくて、何か物事が良くなるってことは、まあないってことですね。テクニックだけで良くなるってわけじゃないんで、愛を人生に組み込んでいかなきゃいけないということですよね。時にはショートケーキを投げられることがあっても、新しいの買ってくるみたいなことは愛であるケースもあるっていうのは以前お話ししましたけども、そういうことが、まあ、ショートケーキ投げちゃいけないですけども、まあ誰かに愛をと敬意を与えていくっていうのは、まあ投げられても続けていくってことですね。じゃないと何も返ってこないですからね。なことかなと思いました。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。メルマガ登録募集してますんで、よろしければ説明欄からご登録ください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしければお願いします。あと Amazon 楽天のリンクが貼ってありますんで、一度踏んでいただいてお買い物していただければ、当読書会に紹介料があります。ご協力ください。よろしくお願いします。以上です。